一車線一車線。このお店は食べれるスライムがイベントで売っております。一車線一車線。ロボットロボットロボットチャンネル。なんか見えましたけど、その人は無視してください。すみません、はい、ここでなんか食べれるスライム、チョコレートのスライムを買えるって聞いたんですけど、2つもらえませんか？オーケー。じゃあまずこの白いマシュマロから。え、あ、この同じ量を入れて、そしてチンしに行きます。電子レンジでチンするんですか？はい、チンチン。わかりました。楽しみだな、これは。じゃあ、行ってきます。はい、できました。じゃーん、できました。次はこのココアパウダーでまず開けますとするやん。開けてちょっとずつ入れていって、こうやって混ぜていくっていう。急がないと固まっちゃうらしいって聞いたんですけど、大丈夫ですか？ああ、そうですね、ちょっと早く聞いてください。いきますよ。はい、ストゥーイエロー。もう一回、あの、ね、熱してみよう。お客さん混ぜてください。お客さんが混ぜるんですか？なんて店だ。セルフサービスですか？ココアの匂いする。その代わりお金がちょっと出すのがちょっと減ります。ココアの匂い。なんて良心的な。急いで混ぜろ。ほら、いい感じになった。美味しそう。ペロって舐めていい？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 あの、ラップを引いてココアパウダーを振って、お前、すごい。つかへんやん。ココアパウダーいらんやん。いらんやん。熱いで。熱いで。ちょっと待って。おお、すごいすごい。食べたい。お餅や。すごい。すごいやん。お餅。お餅や。すごい。いいやん。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じや。めっちゃ、あの、ちょうどいい感じ。こっちはちょっと足します。ちょうどいい感じです。全然ベタつかないし、めっちゃ柔らかくって、すごい大成功。食べた。なんかお店の人めっちゃ食べたように見えるんだけど。イエーイ。なくてちゃんと出来上がったのもらえませんか？時間を置くとやっぱりすごく硬くなる。うまい、うまいよ。あ、おいしそう。おいしい。Thank you.
美味しいです。食べます。自分で作って自分で食べてる。あなたたちが食べてるのは何ですか。もうお昼ご飯ですからね。お昼ご飯。それは自分たちのお昼ご飯を先に作った。完全に知らないおっさんから作ってます。ちょっと映さんといてくれ。ちょっと映さないでくれ。こっちから。知らないおっさんがやってます。このおっさんはね。危ないから大人と一緒に作りましょう。このおっさんはね、僕の友達なんだ。友達に作らせてるの。おいしい。電子レンジを使うので子供だけでは作らないよね。できました。触ってみた。熱いわ。すごいトルコアイスみたいな。トルコアイスのようにありますね。これは固まっている。固まそうだな、こっち。固まったらキャラメルみたいな。な。よしです。これ、手伝ってやろうか。よっしゃ。できました。できました。ちょっと取れんやつ。熱いで。熱い。大丈夫よ。ちょっとやめて。大丈夫。で、それどんどん綺麗に剥がれるから。お前取れんか。あ、おいしい。めっちゃ食べてる。え、これ、え、食べました今。どうぞ、お客さんのができましたよ。ほら、出してください。もっとなんか丸まって可愛い感じって聞いてたんですけど。これもおまけです。いりません。え、丸まって可愛い？え、丸まって可愛い感じ、こう、はい、ありがとうございますみたいな感じをイメージしてたんですけど、完全にちょっと待ってください。くっついてますよね。はい、あげます。目の前に置きます。可愛いです。ありがとうございます。可愛いです。可愛い。ちっちぇー。柔らかいね。ちっちぇー。何これ、ハマクスみたいな。レーズンです。レーズン買った覚えないんですけど。手でこねます。またそういうのね、思ってたハンバーグです。やばい。はい、まんじゅうできました。はい、ありがとうございます。まんじゅうできました。いただきます。おー、すごい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 。これはすごい。食べますか。いや、もういいです。じゃあお客さんが食べないなら僕らが食べます。はい、はい。大丈夫だ。すげえな、めっちゃ伸びるやん。あ、うん、くっつく。はい、というわけで今回のチョコスラ